12月23日の出来事をお伝えします。12月23日は、こっちでいうクリスマス前の最後の休日ということで、店がクリスマスには店が全部閉まってしまうので、その前にちょっと一人で観光に行かせてもらいました。朝早くからインドさんの奥さんに車でフェリー乗り場に送ってもらってから、そこから一人でフェリーになんとか乗って、スタバンガというちょっと町に出て、そこで一人でお土産とかいろいろ観光して、帰ってきました。スタバンガでは少しずつ英語を聞いてることができて、伝えることはできないんですけど、何言ってるのかなとか店員とのコミュニケーションはなんとかできて、お土産を買い、そのまま郵便局に行って、日本になんとか郵送で送ることができました。でも日本の郵送費が、まあ、日本円でいう1万4000円ぐらいして、すごくびっくりしました、はい、そこまではなんとか自分での力でなんとか行けたんですけど、帰りの道をちょっと散歩して帰るっていう風になって、自分で選んだ道なんですけど、そのまま自分の勘をたどりながら帰ってたんですけど、自分のいる場所がどこか分からなくなってしまって、迷いました。本当に迷って、その車を何度も止めて、なんとかこうその TBN のトレーニングセンターにどこかなって聞こうと思ったんですけど、誰も止まってくれず、山道行ったり戻ったり、こっち入ったり戻ったりして、体力もなくなってきて、本当にどうしようもない状況になってしまいました。でそこでもう、まあ、諦めずこう車を止めていたところ、一台の車がやっと止まってくれて、でもう英語伝わらないんですけど、とにかくその人が乗れって言うから、その襲われるんじゃないかなとか、どっか連れて行かれるんじゃないかとか思いつつ、乗ろうとしたところで必死にこう TBN のこととかインドさんのこととかなんとかこう伝えたところ、その人の口から、インドさんねみたいな感じで言ってくれたので、すごく安心して乗って、なんとかその寮まで連れてきてもらいました。その全くこう異国の地で、英語も喋れないまま、そういうとこでこっちの現地の人の優しさに触れて、とても心温まるというか、まあ、ハプニングなんですけど、とても心温まる一日でした。